グルコースマイナス6リン酸とは、6位の炭素がリン酸化したグルコース分子のことである。ロビソンエステルとも言う。細胞中には多量に存在し、細胞に取り込まれたグルコースのほとんどがリン酸化を受けて G6P になる。細胞科学の中心的な化合物の一つであるため、G6P は、その後様々な運命をたどる。その初めに、まずは次のどちらかの代謝系に入る。 またこの他に G6P は直接グリコーゲンやデンプンなどの貯蔵多糖に変換されることもある。多細胞動物ではグリコーゲンとして肝臓や筋肉に蓄えられ、その他の多くの生物ではデンプン化、グリコーゲン化流として細胞間組織に蓄えられる。細胞中では G6P はグルコースの6位の炭素をリン酸化することにより作られる。これは 多くの生物では、ヘキソキナーゼの高等動物では、肝臓中のグルコキナーゼの酵素機能によって触媒される。この反応では一分子の ATP が消費される。グルコースが細胞に取り込まれると、直ちにリン酸化が起こるのは、これが拡散してしまうのを防ぐためである。リン酸化により電化が導入されるので、G6P は容易に細胞膜を通過することができない。 G6P は、グリコーゲンの初期分解産物であるムルコースマイナス1リン酸から、ホスホグルコムターゼでリン酸元を転移させる、ことによっても作られる。ナドップ、ナットフの比率が上昇すると、体は、ナットフを増産しようとする。この過程で、G6P はデヒドロゲナーゼにより脱水素化される。この可逆過程は、ペントースリン酸経路の最初の反応であり、この反応により、 ナットフとリブロースマイナス酸が作られ、多くの分子の合成に供される。また DNA の材料であるヌクレオチドが必要になった時にも G6P はペントースリン酸経路に回される。エネルギーや炭素骨格が必要となった場合には G6P は解凍系に入れられる。G6P はまずグルコースリン酸イソメラーゼによりフルクトースマイナス酸に変換される。 G6P から作られたフルクトースマイナス6、リン酸はその後もう一つのリン酸元が付加され、フルクトースマイナス1、6ビスリン酸になる。二つ目のリン酸元の付加反応は付加逆反応である。そのためこの反応では、G6P が付加逆的に分解され、解凍系を通じて ATP 生産のためのエネルギーを作り出す。血中糖濃度が高くなると、 余分なグルコースは貯蔵されるようになる。グルコースから生成された G6P は、引き続いて、ホスホグルコースムターゼにより、G1P に変換される。G1P は、ウリジン酸リン酸と結合して、リン酸元が外れ、UDP グルコースとなる。この反応は、この反応の過程で生成される、ピロリン酸の加水分解に伴って進む。 こうして活性化された UDP グルコースはグリコーゲンシンターゼによってグリコーゲン分子の一部となる。これはグルコース1分子を貯蔵するのに1分子の ATP しか消費しないという意味で非常に効率の良い貯蔵システムである。グリコーゲン合成は高いストレスがかかるか血中糖濃度が低下するかしてキナーゼによりリン酸化されると停止する。 エネルギーが必要になると、グリコーゲンホセホリラーゼが、グリコーゲンサから必要なだけ切り出すことができる。切り出された分子は GHP であるが、ホスホグルコムターゼによって G6P に変換され、G6P ホスファターゼによって、リン酸元が外されて、グルコースとなる。グルコースは、細胞膜を通り抜け、血流に乗って必要な場所まで運ばれる。肝臓は、 グルコースマイナス6ホスファターゼを持ち、解凍系や糖心性でできたグルコースマイナス6、リン酸のリン酸元を外すことができる。こうしてできたグルコースは、血液中に放出され、他の細胞に運ばれる。ありがとうございます。